空洞邸宅までやってきました。今日もバトルやっていきたいと思います。さて何が出ますでしょうか。はい、ちょっとねこの辺でカットかないとちょっときついんですけど、あ、またこの組み合わせね、このパターンね、このパターンよくあるよね。で向こうが打ってですね、で打って向こうがもう一回ね先手が取れてないから打ってくるんだけど、こっちはそれを見越して即時妨害を打ってですね、で向こうがですね死んでしまうか、これでドラゴンを出してくるかですよね。まあ、このパターンはもう本当に見飽きてしまいましたが、はい、これで即時妨害を打つと、はい、先制打ってくるんだけど、ここでスターにかかるかどうかですね。かかっても、相手が死んでしまうか、はい、ここで出しておきましょうか。はい、まあ一個取っておきましょう。はい、ではここで次ですけどどうするかですが、さあここでですねステゴディアスか、なるほど、はい、これは下がっておきましょうかね。おそらく2倍を打ってくると思うので、で向こうね先制持ってないですから、持ってないのでここで交代しておくとですね、これより早いのを出せばいいので、はい、スコタトル出してですね、ああスピードされた、それされるか、くそ、これ変えておきましょう。うわ、またされる、うわ、読まれてるな、完璧に呼ばれている。ここで強国打ってくる。はい、まあいいでしょう、耐えられたんで。耐えられればですね、はい、もう一個打っておきますんで、はい、これで2勝しておけばですね、次に対しても先手が取れてますから、はい、ドカンと楽勝でしたね。いやいや、ちょっとね苦戦したようだけど、結果的にはなんか3連勝でしたね。あ、さっきと同じ人だ、さっき嫌な負け方した相手だな。いや、これは気持ちいいですね、やり返した感じがあって、いやこれは気持ちいい。いやいや、いいんじゃない。一応ね、そのようなこと言うだけが